ロベルト・ロルフォはイタリアトリの出身のオートバイレーサー。2011年はスーパーバイク世界選手権に参戦する。250cc クラスロードレース世界選手権 250cc クラスには1996年にワイルドカード枠でデビューを果たした。1997年にはヨーロッパ選手権でシリーズ3位となり、ロルフォは1998年から 世界選手権にフル参戦を開始した。初年度のベストリザルトはアルゼンチン GP での5位となった。1999年もカタルニア GP での5位がベスト、翌2000年は6位より上のフィニッシュができず成績は伸び悩んだ。2001年は飛躍の年となった。ソフィロチームでプライベーター仕様のアプリリアを借り、16戦中14戦でポイントを獲得し、 ワークスアプリリアライダーのジェレミー・マクウィリアムス、リカルド・シャレロを上回るシリーズランキング4位に入った。第5戦イタリア GP で自身初の表彰台を獲得し、他にも3度表彰台に立つ活躍を見せた。2002年はフォルスナ・ホンダ・グレシーニチームに移籍し、16戦中15戦でポイント獲得する安定した走りを見せ、5回2位表彰台を獲得。マルコ・メランドリ、 フォンシニエトに次ぐシリーズ3位の成績を残した。翌2003年、ロルホはさらに活躍を続けた。第9戦ドイツ GP で自身初優勝、第15戦オーストラリア GP で2勝目を挙げ、チャンピオン争いを繰り広げた。最終戦バレンシアではロルホが優勝し、マヌエル・ポジャーリが3位以下に終われば、チャンピオンを獲得できる計算だったが、 ロルフォは7位に沈み、シリーズランキング2位に終わった。2004年は、好調を維持することができなかった。第2戦スペイン GP で勝利を挙げたものの、表彰台は、この1回限りとなり、シリーズランキングは8位に沈んだ。モートジッピークラス2005年は、モートジッピークラスにステップアップを果たした。プラマックダンティーンチームで1年落ちのドゥカティデスモセディジ。 ダンロップタイヤのパッケージで戦ったが、マシンは明らかに戦闘力に劣っており、ロルフォは最高位10位、シリーズランキング18位に終わった。2006年はモートジッピーのシートを見つけることができず、スーパーバイク世界選手権に戦いの場を移すことになった。カラッチチームでプライベーター仕様のドゥカテを買ったロルフォは、カタールでのデビューレースでは7位、第2戦。 フィリップアイランドのレース1では5位と、良好な滑り出しを見せたが、その後は、好調を維持することができず、シリーズランキングは16位に終わった。翌2007年は、ホンダ勢のトップチームである、典型とチームに移籍した。モンツァとシルバーストーンでのレースで4位に入ったのが、最高位となり、シリーズランキングでは8位に成績を伸ばしたが、自身2度目のワールドチャンピオンに輝いたチームメイト、 ジェームス・ストスランドの前では、その活躍もかすんでしまった。2008年は、同じホンダ系のアルテアチームに移籍する。5月には、マウンテンバイクでの事故で鎖骨を骨折し、第5戦モンツァを欠場した。シングルフィニッシュは、第12戦バレルンガでの8位ただ1度に止まり、シリーズランキングは17位に沈んだ。2009年は、スティッキーホンダチームに移籍し、 開幕から2戦を戦ったが、その後ジョン・ホップキンスにシートを奪われてしまった。スーパーバイクでのシートを失った後、ロルホは、エスキルスッター率いるスッターレーシングテクノロジー製の、元にプロトタイプマシンのテストライダーを務め、スペイン選手権へテストを兼ねて参戦した。ロードレース世界選手権、元にクラス初年度となる2010年には、イタルトランス STR チームからグランプリに復帰を、 果たした。ロルフォは、第8戦ドイツ GP で3位表彰台を獲得、そして第15戦マレーシア GP で6年ぶりの勝利を遂げた。しかし年間を通してみると、パフォーマンスが安定せず、シリーズランキングは14位に終わった。2011年シーズン、ロルフォは、スーパーバイク世界選手権に戻り、チームペデルチーニで新型川崎忍者 ZX-10R を買うことになった。 ありがとうございます。